今度はですね、来年1月8日にスカパーが番組を作ってくれて、メットライフドーム西武球場ですよね、今年対談したには何人いるか分かりませんけど、その対談した人間を集めて、いわゆる引退試合をやってあげようというイベントがあるんです。すごいね、はい、だってあの引退セレモニーだとかできない人のがほとんどだからね、多いでしょ、うん、本当に数人だけはちょっと球団でやってくれるけれども、それ以外の人のが多いんだから、だからそういうステージを用意してあげて、奥さん呼んでくれて、身内呼んでありがとうございますみたい な、うん、もう涙出るな。そんななんかストーリー作りをしながら、野球が頑張ってきましたみたいな ね、 いいですね、うん、みんな人生かけてやってきたんだもんね。そうですよね、あ、それお客さんがどれだけ入ってくれるか分かりませんけど、あ、まあ、そういうお披露目する場を、まあ、本人と身内だけでもいいじゃんみたいな形 で、スカパーさんが中心になってやってくれるみたいな。ちょうど僕はあの、ライオンズは2年しかお世話になってないんだけど、2年お世話になってね、2年しかいなかったですかね、でも一応2年優勝したよ。5、6年いたような気がしますけど阪神は5年いたのに、2年ぐらいしかいなかったけどそれで、あの時に、あの、うわ、西武ってすごいこと考えたな、考えるなと思ったのは、辞めていく選手たちにあのスーツをプレゼントするっていうのがあったのよ。そんなに聞いてないですよ。いや、新聞に出てたのよ、はい、西武すごいなと思って、はい、あ、聞いてない？聞いてない。辞めていく選手に、まあ、これから社会人として頑張って、新たな人生を歩んでくださいみたいなところで、まあ、いくらのスーツか知らないよ、それは、ね、いくらでもいいと思うんだけど、そういうものであのプレゼントして送り出すっていうね、ちょっとそれに近いものがあるじゃないですか、今の。石毛が知らないとなると、これは何だったんだろう。いや、だからあの時ほら、西武グループいろんな会社がありましたから。あ、そうか、鉄道、ゴルフ、バス、ありましたね、いろんなあったんで、もし野球がダメになっても、なんかこう違う、あの、お前の望むところに、まあ、いろんなあの施設もありましたしね、ゴルフ場もあるし、いろんなところで働けるぞみたいな、その働くためのスーツだったんですかね、かもしれないですけど、まあ、とにかくなんかみんなに一着ずつプレゼントしようっていうね。もらったんですか？もらってないでしょ。いや、僕はあの卓球団移籍だから関係ないんだ、辞めるわけじゃないんで、それはもらってません。まあ、そんなことがありました。なるほど、はい、はい、もう一つ話題、はい、もう一つはあの、まあ、石毛さんが、まあ、一番多分長くプレーしたライオンズ、はい、あの当時のライオンズはさ、もう上昇軍団って言われてたね、はいはい、チームだったのに、それこそ25年連続 A クラスだったとか、そういう年がありましたよね、はい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 、そのチームが今季最下位を食らいましてね、これはライオンズ OB 石毛としてはどうですか、これ。あのプロ野球僕はあんまり見てなくてですね、そう、でもまあ古巣のことは気にはなります、まあ、監督の辻後輩ですからね、監督も辻だし、まあ、1、2番組んでた、ね、1番、2番でやってた、仲間だし、あとあの GM も渡辺久信、そうですね、もうまだ若いね、我々の頃まだ2年目ぐらいやったから、僕が入った時、はい、やっと出だした頃のね、はいはい、彼がもう今 GM でね、そうですね、やってんで、はい、だからなんかそれで頑張ってんのにチームとしてこう最下位食らったっていうのはね、だってこの 3,4 年ほとんどメンバー変わらずですよね。あ、まあ、ピッチャーはまあ多少ありましたけど、はいはい、でも高橋光南、松本、今井、そういうに育っては来てるんですよ。はいはいはい、分かる、中堅クラスだね。まあ、外国人がまあ当たらなかったっていうものはありますね。確かにね、ピッチャーもそうなんですけど、はい、野手もね、はい、で抑えの松田が少しこう疲れてきてるものは感じますね、その代わり平という意地のいいピッチャーが出てきたし、でピッチャー徐々にこういう育ってきてるなと思います、はいはいはい、で、まあ、特に山川が去年今年とちょっと不調でしたね、それまですごかったからね、で中村はまあそこそこ、栗山は頑張ってくるし、キャッチャーの森も、ね、去年はダメだったけど反省して今年はだいぶ頑張ってきてくれましたし、あとは、まあ外崎とかですね、ちょっと大きな怪我しましたからね、その怪我が、山川もちょっと怪我で外れたんですけど、で外野手が固まらんのですよ。
金子も本来は辻監督は期待してます、あの足がありますから、ね、だから秋山が抜けて、はい、で1番で期待されたけどずっとねなかなか好結果出なくて、そうなんですよ、うん、で新人の若林がオープン戦で使えそうになって、はい、足もあって盗塁、はい、もできてたんで、はい、その若林も怪我をしてしまった、そうですね、怪我しましたね、はい、あとは鈴木じゃあ愛斗だ、あと今年はウーネンティがだいぶ頑張ってくれましたけど、ちょっとその辺の外野手のなんか格が決まらないということと、うん、あ、はい、まあ、外国人がバッティングでもスパンジーバングいましたけど、はい、ちょっとあまり結果が出せなかったなっていう、ね、数字が悪すぎました、ね、それでもなんだろうね、やっぱり主力が怪我をすると、まあ、層の厚さなのか薄さなのか、うん、その辺がやっぱりこうカバーできる人間がいなかった、特に打つ方はですね、そうですよね、うん、だから我々の頃はもう確かに固定されたようなメンバーいたんだけど、うん、もし誰かダメでもすぐふっと来そうな連中がもういたじゃないですか、そういうやっぱり選手があんまり見当たらないです ね、ちょっと、うん、じゃあね、ソフトバンクが選手は熱いですよっていう、うん、でソフトバンクも今年パッとしなかった、4位ですよでしょ、4位です、今年巨人軍見てください、あれだけ選手取ってるわけですよ、いい選手を FA でも取って、確かに選手は熱いって言いながら勝ててこないわけですよ、うん、3位ですでしょうそうやって考えたら、はい、去年最下位だったね、うん、ヤクルトとそれとオリックスが1位になったっていうね、うん、これはちょっともう驚きました ね、うん、驚きました、僕なんか、まあ、オリックスはやっぱりピッチャーも良かったし、はい、あとまあ吉田以外に1人野手が出てくれば、そうそう、なんかね、なんとかなるなと思ってました、そうそう、まあ、その通りになりました、そう、うん、ラオウ君が出ましたからね、うん、でもまあ、ライオンズの場合は、はい、まあ、辻ご存知のように結構目ざといところがあるし気がつくし、うん、はい、結構、小言も言うタイプですから、うん、選手にはいい刺激にはなると思うんですよね、うん、だ僕はあの辻っていうのはもっと本当はねもっと言いたいタイプではないかなと思うんだけど、はいはいはい、あいつ監督になって我慢してやってんじゃないかなって思うんですよ、うん、あのどちらかというと、うん、コーチタイプだと僕は思ってるんだけど、はいはいはい、でも監督っていう立場になった時に、うん、あんまり言い過ぎちゃいけないなとか、ちょっとこう、うん、目をつぶらないといけないなとか、うんうん、そういうのも本人感じながらやってるような気がしてね、うん、うまいことやってるなって僕は思ってるんですけどねということは、あとは、まあ、うん、コーチ人事ですかね、はいはいはい、はい、そうですね、はい、うん、なんかあの分かりません、他の他の11球団12球団全体の、はい、まあ、監督、ヘッドコーチ、そういう面では何ですかね、タオさん監督の時誰ヘッドコーチにしたんですか、ヘッドは山下大輔さん、あ、うん、あ、そうなんですか、もう人望のある人でね、はい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 、うん、すごく、うん、あの温厚なね、うん、人だったですよね、タオさんだってそんなぐじぐじ言うタイプじゃない、ぐじぐじ言いませんよ、あっさりさっぱりなんだね、あっさりですよだから本当はちょっとぐじぐじ言う人を下に持ってこないといけない、うん、だその辺の組閣をね、人事をどうするかもまた監督の力量になっていくと思いますけど、うん、やっぱりちょっとこう嫌われ役も必要だしね、うん、そういうのは大事だと思いますけどね、最近でもみんななんかいい人いい人、いや、いい人でもいいんだけど、うん、でもやっぱり意見はしっかり言わないといけないと思うしね、うんうんうん、やっぱり正しい方向へ持っていこうっていうところで、なんか、まあ、今野球界見てるとあんまり、まあ、これ野球界だけじゃないのかな、うん、と思います、あんまり意見を言わない人の方が長く生きられるっていうねなんか一般社会では働き方改革っていうのがあってですね、はい、でちょっと言ったらパワハラとなったりですね、いや、まあ、一般社会はまあしょうがないけど野球界だけは、うん、やっぱり実力の世界で、しっかりやらんかバカ者くらいのことはでも、ね、言えるコーチがいないと、うん、そうですよね、なんかちゃんとせんのかなって気がしますよね、そうなんですよね、うん、でやっぱりその強いチームって多分そういう人がいるんじゃないのかな、でも、うん、ヤクルト見てると仲いいチームなんだよねそうですよねファミリーっぽい、そうですね、だからまあ僕は思うのはやっぱりファミリーっていうのが、うん、多分一番強い絆かなと思ってるんですよ、うん、でも先輩、はい、プロ野球学生までは結構絆深いじゃないですか、はい、例えば3年間4年間同じ釜の飯を食った苦楽を共にした、はいはいはい、でプロに入っていくと、うん、案外その選手同士で深い付き合いをする人間そうはいないでしょ、いますか、ね、中日の頃はね、案外なんかみんなすごい兄弟っぽい感じでしょ、話、
じゃあその後今でもいろいろつながりありますか。今でも、まあ、この YouTube やりだしたからね、ああ、はあはあ、また会えるなとか、ああ、はいはいはい、それがすごい楽しいとかね、うんうんうん、そういうふうに思えるようになってね、往々にして、うん、一度ね、うん、ある球団の人間にちょっとイベントとか付き合いよって、はいはい、いやもう出れません、じゃあお前の球団から誰か出せって言ったら、石川さん僕友達いないんで紹介できませんっていうのがあったんですよ。あ、本当気にするんだお前だけじゃない、俺もそうだから気にすんなよって。そうかな、うん、そういやタモさんはほらあっさりさっぱりタイプで気軽に声をかけてあれしますけど、まあ、敵も作らないし、そういうとこだと、まあ、僕もそういうタイプだと思うんですけどね、うんうん、でも本当にこうなんかおちょっとか飲みに行こうかゴルフ行こうかみたいな、うんうん、まあ、東京で結構 OB たくさんいるんですけど、はい、なかなかそういう仲間は実際問題ないですね。それはね、特に選手でずっとやってた時って、うん、まず付き合わないからね。ですよね。まず付き合わないですよ。うん、確かにそう。だから本当にやめてお互いがまあちょっと落ち着いて、うん、そこからさ誰か付き合う人はいるかなっていう感じですね。うんうん、確かにそれは言えますね。だから今年ねヤクルト外から見ててそのファミリー的なものだっていう、うんうん、僕はずっと不思議だったのは。野村さんという素晴らしい指導者がいて、うんうん、で野村さんの教えをこうたたくさんの今部下というか、はい、今現場で働いてますよね、はいはいはい、高津監督もそうでした、はい、宮本慎也も、うん、でその中で、まあ、真中が監督になって、はい、すぐ優勝しましたよね、はいはい、で野村さんが勝って、うん、選手を作って教育もして、うん、真中が監督になって一体勝ったけど、はい、その後ずっと低迷したわけですね。低迷しました、うん、あれだけの教え子がいるのになぜそこまで低迷するんだろう、それが不思議でならなかったんですよ。あ、なるほど、ね、だからファミリー的なものはいいのかも分かりませんけど、うん、まあ連続して例えば西武ライオンズみたいにこっちよく毎年連覇していくとか、なるほど、そういうチームそこには厳しさはいるわね。でしょ、うんうん、絶対いりますと思うんですよ、はい、うん、まあ、でもあのちょっとこう見てたらね、うん、日本一になった回数って6回ぐらいあったんじゃないかな、ヤクルト？ヤクルト。おお。阪神って1回しかないんじゃない？ああ、85年の。去年のあの1回しかないじゃない？そうやって考えたらヤクルトすごいなと思っちゃったんですよ。はいはいはい。うん。まあね。うん。だからどっちがいいのかなってまあ、うん、今も思いながらね、うん。だからそのファミリー温かいっていうだけじゃなくて、うんうんうん、このファミリーに残るのは。うん、大変な努力がいるよってことですね、この努力をしてファミリーに1年でも長く残りなさいよっていうファミリー、うん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 、だから何もあの塗る前にいるファミリーじゃないんですよ、競争がちゃんとありますよ、競争するファミリーなんですよ、うんうんうん、だからそういうチームを作るのはありかなと思って、うんうん、そういう面であのだだけピッチャーの若いね奥川、うんうん、奥川高橋奎二、この2人が出てきたのがすごかったよ、ね、すごいね、投げっぷりがいいですよ、いや、あの2人はすごいですね、はい、で奥川なんかほとんどフォアボール出さないっていうんだな、うん、ね、うん、コントロールも素晴らしいですよ ね、 ね、うんうん、いくら気持ちが向かっていこうとったってコントロールなかったらフォアボール出ちゃうもんね、うんうんうん、だからベテランがこう中堅若手を引っ張っていくっていうのもあるでしょうし、はいはいはい、ああいう若手が出現することによって、はい、ベテラン中堅が刺激を受けて頑張るという、ですね、うん、今回 のクライマックスから日本シリーズは、うん、まさしくそんな風に僕は感じ取っていましたけどね、確かにね、うん、それと高津監督 の、ね、あの采配も素晴らしかったんですけどね、うんうん、やっぱりピッチャー信頼して、うん、6戦に高梨持っていって、ね、あ、 あれもすごかった、だから7戦があったら、うん、あの奥川、はい、高橋奎二の2人だけでとにかく賄うと、そういうふうにもう心に決めて、うん、6戦はもうリリーフ陣総動員ということで行ったそうですよ、うん、あ、なるほど、うん、だその辺のもうくく腹のくくり方がもうしっかりしてたなっていう気がします、まあね、ずっと1戦から7戦までの先発をちゃんと考えて、うん、普通はもう6戦に奥川を持ってきて、うん、で高橋奎二7戦っていうのが普通なんだけど、うんうん、やっぱ奥川ってあんまり長あの短い登板間隔で投げさせないピッチャーだったんで、うんうん、1日でも長く、うん、多分置こうという気持ちでいたんでしょうね、うんうんうん